はい、こちらの検証なんですが、はい、これね、ちょっと分かりづらいんで写真を、まあ、写真でもちょっとね、もしかしたらこの細かいニュアンスがちょっと分かりづらいと思うんですけど、これ何かっていうと、カラー剤全体量に対しての 20% を、別のものを混ぜてます。これは本当にカラー剤のみです。これってあのマテリアの A ミックスを使ってるんですけど、マテリアの A ミックスの検証でベースの色がこの茶色のとこですね。はい、でカラーして、3回洗いました。はい、でアイロン入れた状態です。その単体、普通に皆さんが作るような状態。そしてこれが、これがモモンガオイル還元剤をカラーに混ぜた状態で、カラーにものをね混ぜるのは薬事法的に NG なので、それは皆さんの、自己責任でお願いいたします。でこちらは A ミックスオキシ、それに対して、オイル還元剤全体量に対して 20%、結論から言いますと、これが一番染まってます。色がまあ還元剤入ってますからね。でオイル還元剤、これをカラーに 20% 入ってます。なんでしっかり染まってる状態、一番強いです。なんで結構沈む場合もありますね、あの色が、濃く入りすぎちゃったりとかすることもあるんですけど、今この中でちょっと皆さんの目からだと分かりづらいと思うんですけど、これ一番染まってます。まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、でまあ、意外な結果だったんですけど、まあ、これ成分表記皆さん見ていただくと分かるんですけど、なぜかっていうのはちょっとここでお話はしないんですけど、あまあなっていう、その成分的な問題から最初はどうかなと思ったんですけど、これオニヤンマなんですよね。でカラーにオニヤンマを 20% 混ぜました。これカラー A ミックスのカラーに 20% 全体量に 20% 混ぜた状態です。これまあちょっと差は分かんないと思うんですけど、これは本当に単体の A ミックスだけ、これは A ミックスに今度はあのちょっとタブーなやり方なんですけど、オニヤンマを混ぜました。で例えば宿毛矯正の後とか、まあ、僕ねあんまり染まんないかなと思ったけど、実はこれ普通にやるよりも染まってるんですよ。でその染まってる理由っていうのは、まあ、酸化剤なんで染まんないかなと思ったんですけど、それと一緒に配合している成分が働いて染まりが良くなってます。ちょっとそれはここではちょっと言えないんですけど、例えば、これ成分的にもちょっとこうクローズさせてもらうんですけど、宿毛矯正とかから同時進行するときあるじゃないですか。で同時進行するときに、こんなことないですかね、宿毛矯正やってその後にアフターカラーするときに、矯正で酸化して2剤つけた上からカラーして、まあよくやることだと思うんですけど、なんか矯正がちょっと弱くなるじゃないけど、まあ、みんなオキシを2剤で混ぜてオキシを使ってるから大丈夫と思ってるかもしれないですけど、カラーの1剤のアルカリがありますから、1回酸に酸化したものが若干触れるさ、アルカリに。なんでちょっとそこってどうなのかなって前から疑問があって、で僕はそれがすごく気になってたんで、そういう風に通常のカラーをそのままするってことは昔からしてないんですけど、こういうのを混ぜることによって、B アルカリのカラーに変身させたりもできます。なんでそうすると宿毛矯正と同時進行しても矯正の邪魔はしないどころか、宿毛矯正の二液促進になります。でさらにちょっと染まりはどうかなと思ったんですけど、実際普通の配合よりも染まりが良くなってるで、ある配合によって、なんで、問題はないです。はい、で白髪染めの検証は僕まだしてないので、白髪染めがどうなるかっていうのはちょっと分かんないですけど、僕はちょっとあのコミュニティの方でオニヤンマ混ぜないでくださいって言ったんですけど、カラーになんですけど、まあ検証何回かしてるうちにはいけんなと思ったんですよね。はい、なので、そうしてます。これなんでどっちかというと、まあ質感重視で質感めちゃくちゃ上げたい場合で、一番質感いいのが、まあ両方使い、多分あのモモンガオイル還元剤つけて、モモンガオイル還元剤を入れてカラーして、最後にオニヤンマが僕は一番いいかなと思ってるんですけど、まあ例えばオニヤンマ入れただけで皆さん検証していただくと分かるんですけど、やってみてください。オニヤンマ入れてカラーしたらめちゃくちゃ質感上がります。はい、ただあとモモンガオイル還元剤みたいに還元力はこいつらにないので、髪を変えることができるのはこういうふうに形を変えることができないんですよ。ちょっと酸化剤みたいな感じです。はい。
ちょっと酸性剤とはまた別のものなんですね。酸化をさせるものです。で、このような感じになってるんで、縮毛矯正の後の色のっけたい時とかすごく同時進行、パーマの後とか、パーマ後のカラーとかそういう時にも僕はすごくいいかなと思いますし、カラーのパワーを下げたい時とかは結構いいかなと思います。ちょっと混ぜて、ただパワーは下がるんだけど染色はちょっと深い部分に入るようになってます。オイル還元剤、モモンガオイル還元剤を入れると、ちょっと取れづらいですね。やっぱり色が抜けづらくなります。で、一番抜けるのは何もやんないやつですね。これただ未処理のやつ、本当にただ普通のカラーやるだけが一番抜けます。はい、抜けるってことは通常の退色も早いってことですね。はい、それは分かると思います。なんでオイル還元剤使うと一番とにかく色を退色させたくなくて、っていうんだったらもうオイル還元剤が一番いいと思います。で、これがオニヤンマなんですけど、オニヤンマもしっかり乗ってますし、色抜けもできますなと思います。で、質感はめちゃくちゃいいです。はい。ということで、これ、キトさんとか使ってるんで、すごいツルツルなんですよ。ということで、この辺を使って、テストは、こういうのをカラーに混ぜて、で、この後に、カラー終わったらシャンプーして、その後にモモンガトリートメント、モモンガスイッチをつくんですけど、それでやって、最後にオニヤンマ。なんでモモンガトリートメントがハーブ使ったりとかしてるんでちょっとゴワつくんですけど、そのゴワついた状態に、これをつけても、これも酸化させるものなんで結構ゴワってなるんですよ。その状態に、皆さん使ってるリンスとか使ってもらえればすごいツルって変わりますですね。このムササビクリアコートっていうのがあるんですけど、これシリコンオイルなんですよね。で、結構ノンシリコンとかって一時流行ったんですけど、シリコンないと髪は止まんないんで、僕はシリコンつけた方がいいと思うんですけど、シリコンオイルを最後つけてやるっていうのが、結構いつもの展開ですっていうのが一番いいかなと思ってるんで、ブレずにずっと同じことを最近はやって、ちょっとずつ変化を見てるっていうような感じをずっと続けてますね。はい、いろんな商材が新しく出たりするんですけど、基本的に僕はヘナとかハーブ関係はやっぱり、好きなので、それベースでは結構考えてますね。はい、流行りがやっぱあったりすると、またお客さん迷うし、また何て言うかな、こっちもなんかまた今度違うの取ってとかお金もかかっちゃうんで、基本的にずっと同じ感じでやってますということで、またちょっと検証したら、グループの方とかにアップしますので、よろしくお願いします。